アドラステアは、木星の木星内部衛星群の衛星の中で、内側から2番目の軌道にある衛星。1979年に、ボイジャー2号が撮影した写真の中に発見され、S1979J1 とカリフ号が付けられた。望遠鏡による観測ではなく、惑星間空間を飛行する探査機によって、撮影された画像から発見された初めての衛星である。 1983年にギリシア神話の神、ゼウスとアナン系の間に生まれた娘、アドラステアにちなんで名付けられた。アドラステアは惑星の時点周期よりも短い周期で交点をしている太陽系の中でも数少ない衛星の一つである。軌道は木星の主官の端にあり、木星の管の物質の主要な供給源になっているかもしれないと推測されている。 1990年代に木星探査機ガリレオによる観測が行われたものの、時点が長石固定されているという事実のほかは、この衛星の物理的な特徴については、あまりわかっていない。アドラステアは、デビッド・シー・ジュイットとジエドワード・ダニエルソンによって、ボイジャー2号が1979年7月8日に、撮影した写真の中から発見された。この時は、 写真の中の点としてしか捉えられていないものの、惑星間空間を飛行する探査機によって発見された初めての衛星となった。1998年にはガリレオによって観測され、衛星の形状が決定されたが、得られた画像は不鮮明である。アトラステアは20、16、1 4トルの不規則な形状をしており、最も内側の4衛星の中では最も小さい。 衛星の蘇生や質量は明らかになっていないが、アマルテアの平均密度と同じだと仮定した場合、質量は 2015kg と推定される。この密度は空撃率が10から15%の氷で構成されていると考えた場合の値である。これまでに撮影されているアドラステアの画像が低解像度であるため、表面の詳細についてはわかっていない。 アドラステアの軌道長半径は12万 9000km であり、木星の士間の外縁に位置している。アドラステアは、惑星の自転周期よりも短い光転周期を持つ数、少ない衛星の一つであり、このような衛星は他には、アドラステアのさらに内側を光転するメティスと、火星の衛星フォボスがある。アドラステアは、長積固定を起こしており、長軸方向を常に、 木星の方向に向けながら交点している。アドラステアはすぐ内側の衛星メディスとともに木星の同期軌道より内側を交点している。すなわち、交点周期が木星の自転周期より短い。そのため、超積力の影響によってその軌道は徐々に縮小している。アマルテアと同じ密度を仮定した場合、 メティスの軌道は流体に対する木製のロッシュ限界の中にあることになる。しかしこの天体は破壊されていないため、合体に対する木製のロッシュ限界よりは外側にあると考えられる。木製の主要な管に含まれるゴミは隕石衝突によって、木製の4つの小型の内部衛星の表面から放出される物質が由来であると考えられている。 アドラステアを含むこれらの衛星は低密度であるため衛星表面と自身のヒル球の端は近い。そのため衝突によって衛星から放出された物質は容易に衛星から脱出して周囲にばらまかれることになる。アドラステアは木星の最も濃い主管の外縁に位置していることから肝を構成する物質の最も重要な供給源であると考えられている。肝の物質が実際に どのように分布しているのかは、管を撮影した際の位相角によって変わって見える。前方散乱の光で観測した場合、アドラステアは明確に主観の外に位置するように見える。しかしより大きいサイズの粒子によって発生する後方散乱の光で観測した場合、アドラステアの軌道の外側に細いリングレットが存在するのがわかる。ありがとうございます。